新都市のリスナーから大阪の皆さん、ようこそありがとうございます。いや、ほんとね、勝ってよかったね、今日ね。5連敗だったらどうしようかと思ってさ、本当に今日はね、1点取ってさ、ね、もう1点取ってさ、取られちゃったじゃないですか。やべえと思ってね、思ってた。俺はすげえ、どうしようって思ってたんですよ、実はね。はい。やっぱ大阪すごいな。大阪一番すごいな、やっぱりな。本当に初の応援団、ジャパニーズ応援団と、まあ、応援歌を演奏するライブを、ね、全国でやるって初めての、ね、ことだと思うんですけども、やっぱりこうやろうと思ったら、ね、きっかけっていうのはやっぱりね、まず札幌に、ね、地方でマリーンズの応援歌を演奏するバンドがあったっていうことと、あと大阪からね、よくリサイタルにわざわざ来てる人がいっぱいいて、それはね、申し訳ないなと思って、ね、じゃあぜひ大阪でもやりたいなっていうところでね、思いました。はい、ちょっと後ろの方の人ちょっと詰まってるから、前の人開けてもらえたらいいかもしれないですね。今日は宮高さんもいますね、どうもね。いつも YouTube ありがとうございますね。これですね、僕が参考にしてる。前回は仙台に上がってなくて、上がってない。来なかったでしょ。どうしたんですか。お仕事。お仕事。宮高さんに来なかったから、僕らバンドでちゃんと映像確認できなかったんですよね。だいぶ間違った箇所だからね。どうせ宮古さん上げてるだろうと思ってたから来なかったから、今回はないですねっつってね、あれどうしようっつってね。だったんですけどね。ちなみに、なんで札幌仙台も来てる人って、あ、結構いいありますよ。ご存知だと思うんですけど、今年発売しました、応援歌の CD をね、全曲35曲ありますんで、まだまだ続きますけどね、暑いですけど、皆さん元気ありますか、大丈夫ですか。マリーズファイティー、マリーズファイティー、マリーズファイティー。じゃあ次の曲がですね、まあ、知ってる人は分かると思うんですけど、パシフィカ、ね、今年歌う機会がきっとあるってこと、新庄市の皆さんね、日本シリーズで歌うことがもう一回あるんじゃないかとね。じゃあこれはオールスターでね、西武球場で一回やったんですけどね、パシフィカやったらあんまり受けなかったですね。他のチームのファンでみんな知らなかったみたいでね。パシフィカ、ね、ちょっと、今年はそろそろ今年は優勝するぞ、歌詞を変える。まだまだいいか、まだいいか、まだやめとく、もうちょっと引っ張りか、引っ張りました。はい、優勝して日本シリーズでもう一度この歌を歌いましょう、はい、最強パシフィカン、いってみよう。I'm gonna go
We'll be right back.
ました。はい、スタートからずっと飛ばしてきたんですけどね、結構疲れましたね。サングラス曇って見えないですよ。すごい、はい、ご紹介遅れました。どんぐるか山口さんで、どうもありがとうございました。結構ハミングしましたけどね、自己紹介ですね。はい、ありがとうございます。どんぐるさんと一緒にお話ししたいと思います。ありがとう。はい、ありがとう。はい、ここでね、一旦、前半終了ということで、ね、ちょっと休憩したいとね、ダメですからね。